医薬部外品とは、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する、法律に定められた、医薬品と化粧品の中間的な分類で、人体に対する作用の緩やかなもので、機械器具でないものである。予防効果を謳ったり、医薬品よりは緩和だが人体に何らかの改善効果をもたらすものがこれに含まれる。 人体に直接用いられるものだけでなく、例えばスプレー式殺虫剤のように噴霧したり、放散団子のように適当な場所に設置したりして、使用するものも含まれる。いわゆる薬用化粧品は、薬用効果を持つと謳われる、化粧品類似の製品で、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する、法律においては化粧品ではなく、 医薬部外品にあたる。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、第2条、第2項での定義は次の通りである。ただし、下記のものであっても、人または、動物の疾病の診断、治療または、予防に使用されることや、人または、動物の体の構造または、機能に影響を及ぼすことも、合わせて、 目的としているものは除く。しかし、この点について、薬事法改正により厚生労働大臣の指定があれば、医薬部外品に該当することとなり、2009年6月1日、施行される。次に掲げることが目的とされており、かつ人体に対する作用が緩和なものであって、機械器具等でないもの。吐き気その他の不快感または口臭もしくは、大臭の防止痩せも、 ただれ等の防止脱毛の防止、育毛または除毛人または動物の保険のためにするネズミ、ハエ、カ、ノミ等の駆除または防止2009年6月1日施行の薬事法改正に伴い、厚生労働大臣が指定する医薬部外品、及び規制緩和以降、医薬品から医薬部外品となったものを指す。新指定医薬部外品や新範囲医薬部外品を総称して呼ぶ。 2009年6月1日施行の薬事法改正に、伴い、4に準ずるもので、厚生労働大臣が指定するものである。殺虫剤や殺素剤、危機剤がこれに該当する。2009年6月1日施行の薬事法改正に、伴い、1から3に準ずるもので、厚生労働大臣が指定するもので従来からの医薬部外品である。人体に直接用いられるもので、 歯周病、虫歯予防の歯磨き、甲虫清涼剤、生肝剤、薬用化粧品、ヘアカラー、生理用ナップキンなどがこれに該当する。医薬部外品を製造販売する事業者は、医薬部外品製造販売業許可を取得しなければならない。製造販売業許可を取得するためには、GQP 症例や GVP 症例に適合するなどの許可要件を満たす。 必要がある。医薬部外品を製造する日本国内の製造所は医薬部外品製造業許可を取得しなければならない。製造業許可を取得するためには薬局等構造設備規則に適合している必要がある。日本国外の製造所の場合には外国製造業者認定を取得している必要がある。出荷前の製品を保管するだけの場所や 製品にラベルを貼ったり包装したりする場所についても、放送、表示、保管は製造の一部であるため、製造業許可が必要である。小売販売には、一般用医薬品と異なり、販売許可制度は定められていない。製造を販売される医薬部外品は、一部を除いて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、 第14条により製造販売承認を取得しなければならない。一部の医薬部外品については承認基準が定められている。ありがとうございます。